どうも、マサダイです。コンビニにデイリストパックが売っていたので、1パック買ってみました。遊戯王デュエルモンスターズデイリストパック王の記憶編。今回はデイリストパック王の記憶編をちょっとね、売ってたので買ってみたんですけど、これ3日ぐらい前にね、発売された新しいパックですね。うん。表紙は武藤遊戯です。アテムじゃありません。この間ね、ちょっと調べたんですけど、データベース、カードデータベースみたいなやつあるじゃないですか。何が入ってるかっていうのをね、知ることもできるし、クエスチョンにも答えることができるっていう、遊戯王の何、オフィシャルサイトの、ウィキペディア版みたいな、やつを見て調べたんですけど、このパックね、表紙にある通り、サイレントソードが入ってるんですけど、戦いの儀で使った武藤遊戯のね、カードたちがね、結構多く入ってるような印象でした。それとね、あと、バトルシティでさ、バクラが使ってたカードとかもね、入ってるそうですね。うん。バクラファンにとっては、嬉しいよね。ポケモンゲットだぜってそう。バクライコールサトシ。それではね、一パックだけですが、ちょっと開けたいと思います。触った感覚はですね、ツルツルしてなかったんで、もしかしたらね、キラーカードじゃないと思います。それでは、デイリストパック王の記憶編、カード、オープン!ポイ!1枚目はまずこれだね。魔法カードだね。2枚目、お!セルケド。バトルシティだよ、バトルシティ。3枚目。ぽよっ。おお、死のメッセージ。4枚目、ぱっ。おお、懐かしい。ラストペッ。うわあ、これか。デビルズサンクチャリ。懐かしい。というわけで、1パック買ってこんな感じでした。ただね、この速攻魔法はね、まだ見たことないね。うん。覚えてないんだけど、これ、アニメで出てきたかなーって思ったらね、出てこなかったような気がする。うん。それとね、これはね、光のピラミッドっていうね、映画に出てきたやつだよね。皆さんの中でね、初代遊戯をやっていたぞという方はですね、ぜひこの遊戯王デュエルモンスターズデイリストパック王の記憶編買ってみてはどうでしょう。懐かしいカードが入ってます。それではまた会いましょう。バイバイ。